嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あなたの写像って。撮つことやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるんですかあそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> えっと、あの、青白王子さんが、あの、ヒカルさんと宮迫さんがやってるレストランについて、あの、感想を言うみたいなのが、ガジェット通信っていうサイトになんかニュース記事になってたんですけど、で、それクリックしたら、その青白王子さんが生放送で言ってたらしくて、だから動画としては1時間くらいですよ。で、それ探すのめんどくせえと思って、その、あの、青白王子、ヒカル、宮迫って検索すると、まあ、案の定切り抜きが出てきて、あの、1分とかなんですよ。あ、超便利と思ってクリックして見たんですけど、で、 えっと、その、あの、光さんと宮迫さんが、あの、牛宮城っていう、あの、焼肉のレストランを、なんか、お互いにお金を出しして、渋谷で始めるっていう。ので、で、なんか、その、あの、渋谷のこんなところにあるんだ、っていうので、内装とかかっこいいおしゃれとか、絵とかかっこいいみたいなところで始まって、で、あの、お金を出す光さんも宮迫さんも、その店初めて来てるんですよ。 でその後に「じゃあ肉試食してます」っていうので最初の肉は結構美味しかったみたいで「あいいじゃん美味しいじゃん」ってなるんですけど3食目ぐらいからちょっとね空気悪くなるんですよ。であの宮迫さんが多分その、えっと、お店のその飲食系のコンセプトを宮迫さんが担当で光さんが多分広報宣伝担当だったっぽいんですよ。でその これまずくねとか、いや、これないでしょみたいな、あの、食い物の文句を光さんが言い始めるんですよ。で、宮迫さんが、あの、確かになと思いながら、それは俺の責任だから一緒に文句を言うことができないっていうので、すごいなんかあの、口数少ないんですよ。で、びっくりするぐらい口数少なくて、もうめちゃくちゃ面白いんだけど、で、あの、それは、その、その、まあ、そういうことがあったっていうのが、僕あの、ニュースでしてて動画は見てなかったんですよ。 で、その青白王子が解説してたのを見てて、で、その青白王子の解説曰く、その、うまくいってないのも含めて演出であると。なので、本来は、あの、うまくいくことが可能なんだけど、あえて、ああいう失敗っていう動画を出して、あの、うまくいかなかったお店がうまくいきましたっていうストーリーにしようとしてるっていう解説をしてるんですけど、で、あ,あ、どれどれと思ってその動画見たんですけど、 僕が見る限り、あれはガチで失敗してますね <laughs>。要は、あの、演技でやってる場合であれば、ヒカルさんは、これの責任者を外すべきですねとは言わないんですよ。要は、その、誰が責任者で担当者かっていうのは、その、メンバー分かってるわけじゃないですか。でも、こんなにひどいものを作るやつは、外した方がいいよねは、演技でも言って 言えないはずなんですよ。要はあの演技でわざとまずいもん出してるんだったら、その担当者の人の人生が今後まずくなるわけじゃないですか。要は変な料理を出すやつっていうのを、そのなんかあのチャンネル登録者数何百万人の光さんに言われたってなっちゃったら、その後飲食店やってけないじゃないですか。だから、そのわざとストーリーでやってるんだったら、そいつのせいだとかやる気がないとか、そいつは味がわからんとかって言わないはずなんですよ。で、それを光さんが言ってると。 で、これが、笑いとして変えるんだった宮迫さんが、いやいや、言うても、みたいな、笑いとして変えるんだったら、まだ成立するんですけど、もう宮迫さん、終始黙ってて、あの、こ口数めっちゃ少ないですよ。ねあれ見て、あ、これガチだな、と思って、その空気感がめちゃくちゃ面白いんで、あの、なんかね、1時間半ぐらいで結構長いんですよ。 あの、本来では多分、あの、美味しいレス、そのなんか焼肉でみんな来てくださいってならんなんだけど、もう、どの料理もやばい点があって、ここの料理はここがやばいとか、ここがまずいとか、で、たまにね、こういう名詞出ちゃってるんですよ。たぶ編集ミスだと思うんだけど、その、何々さんっていう料理を出した人のこういう名詞出ちゃってるんですよね。だから、あれもだから、だああ、これまずいじゃんって思うんだけど、っていうのも含めて、まあ僕は面白かったんで、はい。もし興味がある人は見てください。はい。 いや、だからね、宮迫さんのね、あの、俺責任あるじゃん。だから、まずいよねって乗っかるわけにもいかないけど、でも、まずいというのを認めないわけにはいかないっていうので、ずっとテンション低いんですよ。で、ヒカルさんは多分ね、どっかのラインで切り替えができちゃって、このプロジェクトは失敗したと。で、失敗した以上は、もうこれはクソだっていうので、面白いネタにして動画の再生数を伸ばした方が、まだマシであるっていう、 いや、自分でも出資してるから、損してるんだけど、これを下手に擁護する、して、損を拡大させるよりは、むしろ面白動画にした方が、より再生数伸びるっていう切り替えをして、どんどんバッシングしための方向に行くんで、それもそれで面白いですよ。っていう、あ、この人切り替えうまいなと思って、いや、本来であれば、そのチェックしない、お前が悪いって話なんですよ。あるいは、ヒカルさんがこれまずいとかって言ってるんだけど、いやいやいや、お前のせいだろってのあんのね。 あの、えっと、ま、そもそも論は、あの、ヒカルさんってその、あの、リザードっていう、あの、服飾のあの、なんか、ブランドとかで結構うまくいってるんですよ。あの、要はその、質のいい服っていうのを、それなりのお手頃な値段で出すっていうので結構うまくいってて、で、そういう形で飲食店もやろうっていうのが多分始まったと思うんですよね。で、その、 飲食店、まあ、例えばじゃあ服の場合って、あの、店舗を構えますと。例えばじゃあユニクロですってユニクロ屋さんっていうのがあって、で、そこにあの服を並べて、で、そこで従業員という人が働いて、その時給1000円とかのあたりで働いて売ったりするわけじゃないですか。なので、その店舗の家賃とか、従業員の給料とかっていうのも服の値段に乗っちゃうので、例えば1000円で作った服でもやっぱ5000円ぐらいで売ることになるんですよ。 ところがのっこいい、そのヒカルさんがやってるリザードっていうブランドってオンライン専門なんで、そういうあの、家賃とかもかかんないですよね。なので、質のいいものを安く提供するということが可能なんですよ。で、多分これで、このパターンで、あの、宣伝も要は YouTube チャンネルでやるから、その、うまくいくじゃんと。ただ、その、服飾って、まあ、あの、広告宣伝費はそれなりにはあるんですけど、ただじゃあ、飲食店ってどういう構造なのっていうと、 あの美味しい飲食店って広告宣伝費をかけててるところってほぼないんですよ例えばじゃあ「キヤバまし二郎」っていうあの有名な寿司屋がありますけど「スキヤバまし二郎が広告宣伝費かけてますか?」っていうと「かけてないんですよ」たまに取材対応してっていうのがあってその取材対応するのでまあ時間を取らえるぐらいでなのでその残念ながら日本の,そのお店ってあの広告宣伝費をかけなくて美味しいものを作っていくとそれなりに売れるんですよ。 なので、その、何かじゃあ、どっかのコストを削ったら安く提供できるよねっていう部分があるかっていうと、日本の飲食店ってほぼないんですよ。その、服だったら、じゃあその店舗いらないよねとか、従業員の給料いらないよねってなるんですけど、飲食店やるんだったら、店舗いるじゃないですか。だって焼き抜けだからね。で、もちろん、それ、肉を切るっていう店員さんも必要であると。なので、で、ただ、そのヒさんが、その、安く美味しいお肉を提供したいって言い出しちゃってるんですよ。 でそうするとじゃあ価格は、まあ、安くて言ったら2万円コースで2万円らしいんですけどコースで2万円で満足できるものをきちんと出そうとすると削れるのってもう食べ物の,その原価しかないんですよ。であのあこれ失敗するパターンだなと思ったのがあの要はあの1頭牛を買いましたと。要はその 肉を出そうとすると、その高級な部分だけ買うっていうのができなくて、一頭牛を買ってそれをバラすっていうのをやると、割とあのいい肉がそれなりに安い値段で,なんで提供できる可能性があるんですよ。でもそれをやっちゃうと、そう血抜きがきちんとできないので、あんまりその肉の見た目が良くならないんですよね。要は血が残っちゃってるので、ちょっと赤黒い感じの肉になっちゃうと。 なのでそのきちんとバラしてでそ,のあのその枝肉にしてその状態で保存してっていう形でやればまだうまくいくんですけど1、まあ、頭丸々なのでそ,のそもそもの,あの部位に分けて冷凍するとかもできませんような冷蔵するとかもできませんよっていうのがあって結果としてそのあんまり見栄えの良くない肉になっちゃったんですよね要は安く美味しい肉を作ろうとすると見栄えが悪くなってしまうとでそこでそのヒカルさんが言ってたのでそのいい肉だけを買えといい肉じゃないものを買うなって言ってたんですよ で、それ、基本不可能なんですよ。要は、その、あの、いい肉って、どの焼肉屋さんも買いたいわけじゃないですか。で、いい肉だけ買えるんだったら、それは買いたいよね、と。でも、肉屋さんっていうのは、牛を仕入れて、バラして、で、その、良くない肉も買ってもらわないと商売上がったりんですよ。なので、あの、ちゃんとした、その肉仕入れてる店って、あの、基本的には性格悪い人がいないと成り立たないですよ。 要はその、例えばじゃあ英語の英語のいい和牛を買いたいですって言いますと。で、肉屋さんが最初は英語の肉持ってくるんですよ。で、そのうち A4 のランクの下がる肉を混ぜてくるんですよ。でも、そこのレストランのシェフが A4 に下がったって気づかなかったら、ずっと A4 が来るんですよ。でもそこで怒鳴りつけて、呼びつけて、お前これ A4 だろ、英語じゃねえだろって言えないと、もうずっと英語が来ないんですよ。で、 ただ、それで呼びつけて A4 だろうって言ったときに、じゃあ、お前の店売らねえよ、俺の肉って言ってくるパターンもあるんですよ。なので、その、叙々園みたいな店が、なんでじゃあ、美味しい肉出せるかっていうと、めちゃくちゃいっぱい肉買うから、じゃあ、俺の肉買わなくていいよっていうと、商売上がってるんですよ。ところが、こういう、宮迫さんとひかるさんのやる店って1店舗だけなので。 じゃあ、その、英語を出して、その文句言われたからって言ったら、じゃあもうお前の店に下ろさねえよって言えちゃうんですよ。大した売り上げじゃないからね。なので、そのいい部位だけを集めようとすると、めちゃめちゃ金出して買うっていうパターンになっちゃうんですよ。じゃあ、その、一頭の部位でしか、あの、一頭の部位の中で 500g しか取れないシャトーブリオンですと。でも、それって一頭買ったらついてくるけど、シャトーブリオンだけ買わせてくださいって言うと、まあ、めちゃめちゃ高い値段になっちゃうわけですよ。 要はそのシャトーブリオン以外を買う店っていうのを見つけなきゃいけないから。っていうのもあるので、その肉屋に手を出すってめっちゃきついんですよ。あの、タピオカとかって誰が作っても大して変わんないんですよね。 で、あの、ブームになってめちゃめちゃタピオカ屋儲かりましたってなるんですけど、そのタピオカ屋の味にこだわってタピオカ飲んでるやつなんてまずいないんですよ。で、基本的にタピオカをなんかあの、なんか、そのあの、あの、芋の澱粉にそのなんかあの、紅茶が入ってて砂糖が入ってるだけの飲み物なんですけど、で、あんなもんに500円払うやつって基本的にあの、下がバカな頭の弱い人しかいないんですよ。で、下がバカな頭の弱い人がタピオカ飲んで美味しいとかって言ってるからもう何混ぜたっていいし、誰が作ってももういいんですよ。 なのですげえ儲かるんですけど残念ながら肉とか魚とかって本当に味の分かる人が食うんであこれランク下の肉だなとかこの魚まずいなって分かっちゃうんですよ。っていうのがあるので本当にあのおいしい肉だけを出そうとするのって難しくてでそれに成功したインフルエンサーの例でいくとあの堀江貴文さんっていう人がいるんですよ。 あの、通称堀江貴文あの、正式名称堀江さんっていう人なんですけど、あの人が和牛マフィアっていう店をやってるんですけど、で、あの和牛マフィアっていう店って、すげえいい肉出すんですけど、その代わりめちゃくちゃ高いんですよ。要はその、いい肉食べたいでしょと。ただいい肉は高いよ。で、まず、高いからいい肉が買えますと。 で、その後、その和牛マフィアがやってる店っていうの、和牛マフィアと組んでる店っていうのが、もともとレストランやってるところなんですよ。なので、その和牛マフィアに変なものを下ろしたら、そこの組んでるレストランに、お前ひどいもの出すから、お前の店か,から買わねえよってなっちゃうんですよ。なので、ちゃんと組んでるところがきちんとしてるっていうのがあるのと、あと、堀江さんが始めるときに、あの、おろし売り屋をちゃんと選定して仲良くなってるんですよね。要はその、 卸売りの肉屋と仲良くなって、その人と仲良くなって、この人がおろしてくれるんだったら、和牛マィアというビジネスモデルが成立するよねっていうところまで、ちゃんとビジネスモデルを組んでスタートしてるんですよ。 だから、その、美味しいに和牛を出しますよ、和牛巻きやって成立してて、まあ、働いてるい人と結構大変みたいな噂がさきますけど、だ少なくとも、出してくる商品は、ちゃんとしたものを出す。なので、その、あの、下の超えた人とかが行って、じゃあ10万円払ったとしても、まあ、10万円は高いけど、確かに食ってるもの美味しいよねっていうのができるんですよ。なので、その、 あの、カレー屋とかタピオカをやるんだったら、全然あの、僕、インフルエンサーがやるのありだと思うんですけど、飲食店でさらにね、肉とか魚とかね、あの、鮮度がかかるものはね、どうやっても儲かんないんですよ。<laughs> その、あの、焼き豚のユカさんがさっきあの、スパチャで出してもらったと思うんですけど、あの、ま、その焼き豚屋さんってあの、内臓肉を出すんですよね。 あの、豚の内臓肉とか。で、じゃあなんで、その品川とか新橋とかに、その東京の場合は、その、あの、ホルモンとか内臓肉屋さんが多いかっていうと、あの、もともと品川に屠殺場があったんですよね。なので、品川に屠殺場があって、その近くで新鮮な処理をした肉が出せるから、ホルモン屋さんっていうのがそのあたりの地域に増えたっていうのがあって、なのでその、鮮度っていうのがすげえ重要で、さらに質のいいものを知らなきゃいけないっていうのがあるので、 結局その、あの、在庫を抱えるとか、高く売るっていうのができないので、儲かんないんですよ。だからすごくいいものって、じゃあ、1人分、2人分しか取れないとすると、やっぱ2人にしか売れないじゃないですか。でも、YouTube とかって、じゃあ、100万人が見に来たとしても、動画をい置いとくだけでいいんですよ。で、IT もそうなんですけど、なので、利益無限大なんですよ。利益青天井。 いや、その売り上げが上がれば上がるほど儲かるよねと。で、だ在庫はもう無限にやるからね。そういうあの動画ってだって在庫なくなるわけないじゃん。100人しか見れないとかないから。なので、その IT 系とか、その YouTuber とかって、青天井で利益が上がるんですけど、飲食店っていいものは限られてるので、そのもう利益の限界がある天井があるんですよ。なので、なかなかきついんですよね。だからそのパターンでもしやるとすると、あの、スキア橋一郎の小野さんの仕入れ方っていうのがあって、その、 仲のいい魚屋さんに、もういいものがあったらいくらででも買うから持ってこいっていうのにして、たまたま入ったいいものっていうのは、もう全部その、小野さんの店に行くようにするっていうパターンなんですよね。いその、いいものだったらこの人は高く買ってくれるっていうのをずっともう何十年とやり続けてるから、じゃあいい食材を持ってこうってなるんですよね。それで成立するんですけど、スキャバシジローみたいな店が。っていうのをやるしかないので、多分やるとしたらもうヒさんと宮迫さんが自腹切って、 もう本当にその、いい部署だったら、もう百万でも買うわっていうので、金出すっていう形じゃないと、あのビジネスモデルは成立しないんじゃないかなっていうのを思いました。はい、すみません、長くて。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, okay.Choose.Who's fault? もう。いや、帰ってねえいや、今辛いですよね。どこ帰るんですか <laughs>